Hello, こんにちは。ABC スウェルワイルドリフト部門 ADC 担当のビビロイヤこと宮地と、サポート担当のレックスと、コーチの朝倉です。はい、本日はですね、アイコンズ2022 Day 4 USG 対 SGM の注目の第3戦をね、はい、解説していきたいと思います。はい、1、2試合目見てない方は、ビビロイヤルチャンネルにて上がってますのでチェックをお願いします。大概要欄からね見てみてくださいというところで、はい、いや3戦目ですよ。よく繋いだ USG、 繋いでこれ勝ってほしいね。いや本当にめちゃめちゃ勝ってほしいですといったところで、バンピックちょっとじゃあ見ていきますか。はい、はい、でまあ今回ですね、まあ USG がまあレッドサイドになりましたね。うんうん、っていうところでバンピックはまあそこまで変わらず、まあ、ジグスがやっぱり強かったよね。やっぱ STM はねやっぱ今のウーコンとジグスが嫌だったと、うん、いうところでバンで結構いろいろ飽きましたね。確かに、うん、やっぱこうジェイスだったりねルシアンって割とバン、まあ、さっきは言ってたからし、まあジェイスもバンされたのが空いて、まあ、そこをファーストピックと後期とかねバレスとかいろいろありますけども、けアクションです。本当ですか。やっぱね2戦目見ていただいた方は分かると思いますがね、アクション結構大活躍、まあ、ダメージ量もねめちゃめちゃ出てましたので、ね、そうだね、もう世界作ってましたね、たつきさんのアクションは。いい流れがね、うん、いい流れがあるといったところで、おーシェン、まあねやっぱラーク選手といえばシェンと。いやもう日本の大会ではめちゃめちゃ輝いてたね、ラクさんのシーン。そうっていうところでやっぱ得意ピックをもうここぶつけてたろうっていうピックですかね。なかなか今までとは少し違うワンピックというところで、まあジャックスでね、はい、マイさん強かったですからね、もうちょマイさんのもう嫌だから取っちゃおうみたいな感じですかね。代わりにね取っちゃうっていう。嫌だよってそうで瀬戸も強かったから取っちゃおうって取ったけど、じゃあ俺がカジックス行くよとこ前さん強気のカジックスピックですよ、うん、いいね。でもカジックス取るとこのシェントのねシナジーがめちゃくちゃいいので、うんうん、いやもう凶悪だね。うん、サイドでアクション起こした時にカジックスがリープで飛んで、うん、瞬進後方ポンっていうエンゲージができますから、はい、いいピックじゃないですかっていうところで、バーンはバルス、バルスですか。まあ圧倒的にポークキャラを消しているね。うん、でラックスもバント、うん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 、まあ序盤からちょっとテンポ握られたくないってとこですかね USG は。かもしれないね、カジックスも取ってるしね。うん、まあエイコドラゴンレーンでね配置して結構こう序盤から圧力のかけれるキャラクターであるニキャラをバンして、で、まあ、サポートを取ってないということもあったので STM としてはガリオとグラガスをバンと。これ STM ウェーブ処理できるキャラいないんだったら、シェンが5レベのタイミングでボットダイブとかもできるね、うん、USG は、うん、そうですね。確かにトップが、まあ、ジェイスの可能性もありますけど、他の、まあ、何取るかというのは結構大事ですね。おー、アッシュ、アッシュ、これやっちょさんの化身ですか。そうですね、やっぱ僕といえばアッシュっていう風にねちょっとね今あのドレイブンからちょっと情報操作しようかなと思ってるんですよ。まあ、アッシュが結構僕得意なので、はい、うん、っていうところこのねアッシュ取った時はこうウルトクリスタルアローっていうのがやっぱどこでもこうエンゲージができるっていうのが一番の強みで、確かに。そうでフィオーラですか。いやちょっと難しいピックしてるね STM はかなり。うん、まあでも結構こうトップのフィオーラをこう、うん、クリスタルアロー等で助けてこうスプリット、シェンがこうシェンってこうスプリットピッピッと思うんですけど、そこをフィオラに勝たせてスプリット対応できないようにするっていう狙いでのアッシュピックですかね。かもしれないね。でもそうするとジャングルはジャックスじゃない方がいいかもしれないね結構。あそうっすね、もっと機動力あってダイブできるみたいな。シンザオとかちょっとメタじゃないかもしれないけど、そうですね、まあ、自分でバンしてってるこのリーシンとかシンジャオとか、うん、ダイブ系が強いキャラクターが良かったかもしれないですねっていうところで、 USG はアリッサです。これはいやそうなんですよ、皆さんねご存知か分かりませんけれどもね、このカーズ日本で一番牛がうまいです。ナンバーワン、ナンバーワン牛です。ナンバーワンアリスタ、カーズのアリスタはねマジでうまいんでね、はい、ちょここまあ
結構いつもと違うピックで言うと、まあ STM としては8周、うん、でまあ USG としてはこの牛さん、アリスター、そうですね、っていうところを少し注目して見ていけたらなと思っております。注目していきましょう、うん、お願いします。で USG 側のまあちょっと STM の側の構成は先ほども喋りましたけれども、うんうん、まあ、やっぱクリスタルアロー、足のクリスタルアロー、ウルトのクリスタルアローを生かした立ち回りをしたいかなと、うん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 、でコーフィオラを育てていきたいに対して、まあ、逆にシェンなんでね、はい、その逆サイドでアクションを起こしたいというのが USG かなと、うん、いうふうに見えますね。これは USG としてはフィオラを育てなければ結構、うん、勝てそうな感じしますよね。そうですね、まあ、結構一応ねシェンもねあのタウントとかもありますから、うん、少しこうトップサイドにアクこう圧かけ、うおお最初から強気のエンゲージ、ワン、あるアルボーイデンですかね、うん、SM のサポートね、やっぱちょっと早いですね、やっぱ動きが、うん、まあ、瀬戸1レベルが一番強いっていうキャラではありますからね、まあ、ジェレコ1レベルでこうフラッシュを使うと、この次に湧くフラッシュ2分40秒から50秒ぐらいなんですよね、うん、でそのタイミングでまた使うと5分20秒なんで次湧くのが、うん、はい、このオブジェクトタイミングまでに2回フラッシュ使えるっていうのがねありますから、うんうんうん、最初の序盤の強み、アリスタはまあ序盤強いキャラです、弱いキャラなんで、うん、そこの差を生かしてどんどん仕掛けていきましたね。アグレッシブ、アグレッシブですね。シェンもちょっと3レベにならないとダメージトレードかてーなー、おーいいけど危ない、危ない、カズのフラッシュ1スキのカバーが、うん、カバーがもうすんごいんだからこれ、うん、これジャックス来てるけどウェーブは処理できそうかな、キャノンウェーブでちょっとドーニングされてね、もうお尻が可愛い、逃げて逃げて、可愛い可愛い、2レベルでねこうだあの2スキル取ってなかったんで、こうここはもう引かざるを得ないですね、うん、まあ、ただでまあそこまでのロストではないかな、これ下がれたの大きいね、回収されなかったしね、うん、これ美味しいんじゃないか、前さん確かに逆にアクスが下側に見えてたから、うん、でも今、ね、今映ったかな、これこのコントロールワードに映ったかな、うん、リープで飛んだんでジャックスもまずカニからやっちゃったってのもあって、でもジャックス来てるけどもう時すでにお寿司ですよ、これもう牛も寄ってるね、うん、逆にこう序盤にね圧かけられたのを生かしてヨーブリング、いいダメージ、いいっすね、やっぱまあ序盤はこうジェイスに対してもアクション有利取れますね、やはり日本の宝だったか、そうシリアス苦しそうだ、強気だね、いいね、タツキに一難選手のアクション、おお怖い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 、おおとと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 、強気だ、強気だ、カジックスがアッシュの3スキルですね、これも強いよね、アッシュすごいですね、アッシュのね、このスカウトフォークもね、なんですけどめちゃめちゃ強いですよね、おお、いや、また行ってる、逆に、いや、でもこれ、シェーンが後方から、うー、惜しい、惜しい、フラッシュサンスキがあれ結構難しいんですよね、そうですよね、だからヒーローとあとあのヒーロースイングの後のこの最後の着地のブリンクがちょっと右側だったかなと、うん、惜しかったですね、今のはめちゃくちゃ、まあ狙いはすごい良かったね、うん、でやっぱりあの STM のサポート、おっとクリスタルローが、これ、ね、あでも全然当たってないね、大丈夫そう、当たってないね、うん、まあ僕なら当ててましたね、これは、これはミスターアッシュなら当ててたと、僕なら当ててますよ、これはやっぱガレンをね1000回当てた男なんで、僕めちゃめちゃ当ててるね、めっちゃ練習したんでね、アッシュのクリスタルアローは、やっぱこうそういつも配信でね持ち上げてやってますけど、はい、そういうのあのプラクティスの練習もね欠かさずやっておりますよね、おおフラッシュ1スキからのフラうまい、最大距離当てていく、
いやもう狙いがいいね、まずずっとブッシュで、まあ、ワッシュもね、いると思ってなかったからね、今リスターが、うん、そう、こういう風にこうサポートが結構柔軟に動くと思うんですよね、世界大会見てると、いうところでこう、まあ、瀬戸は今ミッド側にいましたし、いうのでこうブッシュに隠れてのフラッシュ位置スキアもう最高ですよ、岡田さん。これオレス版やっぱりできないキャラがちょっと選ばれてない理由がわかるよね。そうですね、やっぱ後期はブリンク流れる流れ星、流れ星ですね、危ない。今当ててたら瀬戸のウルトゴでみたいな感じですか。サンスキーからのプロトベルトで、タワーまで持ってかれてましたね、危ない。まあ、STM がやりたいことはそういうことですよね。今みたいにやっぱ特にこうウルト打ってやっぱ有利取りたいっていうのが STM の構成ですね。まあ、ただでもそれやっぱこの序盤でこういなせてるっていうのはめちゃくちゃ大きいですね。確かに、やっぱアッシュもやっぱもうこのマナブネで一番早いスキルヘイス20獲得して、ちゃんとオブジェクト周りの視界抑えてますね。あ、でこれも強いですよね、この視界先にセットアップされてもスカウト取れるんで。ここでこのいいですね、トップのヘラルド取りたいタイミングで相手のトップレーナー削るのもめちゃめちゃいいですね。パッケージもあると、危ない。これは分断できてるんじゃないか。ちょっと集団戦がさすがに、瀬戸がちょっと浮きすぎたね今。ああパッケージギリギリだった今、惜しい。フリーズがもう少しのダメージでしたが、これは一方的に有利じゃないかな。おお、ワークシャです。これはすごい奥にだけど、味方が上側だぞ全員、他がラフターは取ったけど、チェンこうで逆にいけるのか。でもさすがにどうしたたつき217か、これはこれはおっと、そこからまたさらに生きておかず生きて、いや、うまい、惜しい、うまい。さっきがけ外れたがフラッシュアウト、まだ生き残る。あー、クリスタルが、ちょうどハニーフルーツを取った。ちょっとこれはタツキ選手からちょっと崩れちゃうような形になっちゃったね。ちょっと気持ちよくなっちゃってましたね今。でもまあ最初にね2キル取ってたんで、まあ、まあね、そこまで大きな被害ではないかなと。ただちょっとまあね、まあその間にまあ上のタレタワー折ってこうタツキがアクションをしたことによってトップタワーシンプルに折って。でも逆サイドちょっと折り返されたのはちょっと、まあジャックスにしかも折り返されたのか、まあ、ちょっともったいないプレーにはなったかなって感じですね。でもここのカーズのここのこれうまいね、当てて頭突き残すんかいっていう、いやうまいね。ここタウンとかあと1センチ横だったら惜しいね。いやカーズの星やっぱ光ってますねこれ。ジャックスは反対のジャック3体けど、もうリコールしてるね、アリスタ。早い。ここもトップ見える前からリコールしてたんですね。おお、クリスタルアロー。いや、ここのカバーの動きも、やっぱこれがやっぱ強いっすよね。この動きが本当にうまい、サポート、みんな。こういう動きのうまさで勝負決まってると言っても過言じゃないぐらい、今回の大会、レベル高いですね、サポートの。確かに。いいですね。さあアウタータワーバロンレーンもしっかりと守れているので、このアクシャントジェイスの 1v1 ってところだとかなりお金さもあって勝てそうですね。そうですね、 1v1 だともうこれはアクシャンに分配がありそうです。グローバルゴールドでは600ゴールドウィズです有利、まあ、あとはここからこのタツキ選手のアクションのスプリットプッシュっていうところは、いや回ってますよ、もうタツキルンルンですよこれ。ぐるんぐるんしてるね、ぐるんぐるんですよこれ。この対面差としてもということで、お金差はお金差約 2.4K、 2.5K ぐらいですね。いいですね。で結構カジックスだったりこのアクション、で今期お金が入ってるんで、集団戦のビジョンはなかなかいいですね。あとは今回のアクションだったり、まあエディに偏ってるというところもあって、やっぱここまあシェンがこうビューラに負けにくい回数打てるようにして、まあファーストタレットがないと、おクリスタルはこれは当たる。出るけどイグゾ、いやイグゾスの選択もいいなこれ。確かにバロンレーナイグゾスと。フラッシュからの。確かに。ブリンクを引っ張られちゃったっすね今。やっぱ生徒のローム強いね。強いな。逆にいやでも。
フラッシュうまい。うまいけど、でもこれとフラッシュからフラッシュ取ったのもでかいな、ほぼのダメージで。これも次ヘラルドがアップするね。こういうオブジェクト、いやでもあパッケージ生かすと、まあこれはタワー、まあタワーシンプル取れたのはいいですね。こっからヘラルドに行くかな。しょうがない、まあ、やはりデッドしてしまったというところもあるんで、おらせたくはないが、ちょっとでもしょうがないですね。ここのマッチアップがちょっと怖いですね、この先。おお、危ない。危ない。そうですね、リズ選手としてもそのカバーのが返ってくるような時間帯、ちょっとこのままこう集団戦でがあまり起こらない形になると、こうビオラがどん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 スプリットでチェンに対して有利取っていくっていうところが少し USG とした懸念点ですかね。まあなんでね、こう本当にシンプルな逆サイドアクションとかでどんどん有利取っていきたいですね、 USG は。ただヘルスは半分、ハニーフルーツはスリーズに食べさせる。ただミッド横の視界の取り合いがね、でももう中に視界取れてるから、うん、シェイも飛んでこれるし全然。ここ早い、プロトベルトカーズ入っていった。ジャックスも獲得、ショーストッパー2人を巻き込んで、ウォトークに入ってくるけど、ただ孤立してるね。アッシュが前出れないね、フラッシュなくて。フラッシュがないのがきついっすよね、これ。いや逃げ惑うだけ。いやーいい、いやいい、いやこれうまいね。いやうまいな。いやこれ4キル4ゼロ交換。いやちょっとリプレイ見たいですね。でも今の集団戦はちょっと1名上がる、やられたことをやり返しましたよね。そのヘラルドをどうにか取りたいっていう形で、結構圧勝レベルの、もう圧勝だったね。次リプレイが流れるか。リプレイください、梅さん。今2本目もオールか、とりあえず。グローバルゴールド、これで4000ゴールド有利。相手のジャングルこうね、あのもうキルいっぱい取ったときはタワーとリプレイが。カーズのインシートがちょっと止められて、ただ推進後方でバリアのついたカジックスがその間受けてて、フィオラもアッシュもジェイスも全然入れてなかったね。たぶんあれなんかカジックスにこう推進後方飛んできて、タウントが怖くてフラッシュもないし、っていうところでなんか逆に瀬戸が浮いた形になってましたね。でアリスタ持ってってこう当てたのは結局誰だったんだろう、タツキとかぐらいしか当たってなかったしっていうので、後期もフリーでそうですね、そこで勝てたって感じですかね。やっぱ春心後方強いですね。強いね。ここにはパッケージがありますからね。そうですね、バリアモリモリのカジがいたら、はい、囲む形なのが結構良かったよね、 USG としては。そうですね、カズさんが後ろ、いや横から入って後ろからマイさんとラークさんが飛んできて、まあ、スリーズさんタツキさんダメージ出すっていう結構綺麗な、確かに STM は結構綺麗だったけど縦に伸びててね、なかなかダメージが出せない。カーズがでもこう一人逆サイドから行ったのが良かったですね、本当に。で多分それで W 2-1 だったりのコンボを嫌って、多分アッシュとかジェイスがちょっとキャッチされない位置まで下がってたから、それで浮いた形になってましたね。あれ真正面から行ったらまたちょっと違ったかもね、結果は。そうエンゲージするキャラは時には別サイドから行ってあげて、行ってあげて、やっぱり数のね、アリスタパフォーマンス高いね。まあでも結局あれですよ、やっぱフラッシュ落としたのがでかかったんですよ、あの、確かにところで。それはあるね、やっぱりベタスチャンプのフラッシュはめちゃめちゃ大事だね、オブジェクト戦は。そうで、しかもこの構成アッシュ守るキャラが一体もいないんですよね。確かに剥がせないから、まあ瀬戸のルトくらいだもんね。まあ瀬戸はエンゲージにつかなきゃいけないってことでね。そしたらエンゲージキャラがいなくなっちゃうんで、というところでこう守ってくれるキャラがいないっていうのもちょっときつい構成かもしれないですね。そうで序盤からこうフィオラが育っとけばこうバックライン合わせるから、こうフロント落とすだけでいいんですけど、明日そうしたら。おお、一発サイドカップ、フェイスブレイク終わった。おお、と2つ集団戦起きてるぞ、別々で。でも右側勝てそう。右側そうですね。ジャングルは落とせる。あとジャングルサポートの効果はめちゃめちゃ美味しいね。で、これ横からみんな来てるよ、USG。急げ急げ急げ。タツキの、これまさかドーニャが。いや、シンプルに強い。しかも1キル倒したら湧いちゃうよ、ヒーロースイング。アクションのパッシブが。入っちゃうね。
強い。ナイスナイス。いやもう止まんないね、タツキニーチのヒーロースイング。いやかなり強引な感じで入りかと思いましたが、ただそこでマリさんの持ち前の傘さを生かしながら回りますることによって、まずはやつをかけていくと、外側のジャックを1枚、そしてそこから帰り道に対してアクションを起こすような形。落ち着きたい、落ち着きたい。ジェイスのフォークが怖いです。落ち着きたい。ファンドも2本折れたしね。ただここはタツキがフロントライン張って取った。もうカジックス一人でもできるよ。ステージ戦ちゃんと反転だ。反転のタイミングと見てる。逃げてるが。おお。捕まった。惜しい。まあまあでも1キルでね、全然強かった。ははタツキ選手に1キルでバロン取れるならもうね、もう満タイです。全然いいね。かとしては申し分ないですね。はい、4枚に入りました。瀬戸のビルドが珍しいね。まあ、アクサント後期っていう2レンズだからだと思うんだけど。このバロンマンの強く使うための後期パッケージになりましたから。デッドマンフローズン。あとはこのバロンで日本ワインヒビタ。マナもないキャラだから、結構ステータスとしてはコスパが悪くなっちゃう。装備なんだけど珍しい。そしてもうエンゲージして俺が全部受けるぞっていうワンバガリのあれです。リプレイでミッドで 3V1 と、トップ側で最初、いやここフラッシュヒーロースイングしてるのタツキ、もうアグレッシブすぎでしょ。アグレッシブだね。お、いやもう0秒。ゼロ秒さん。ウルトです。あ、CC 解除できますもんね。不屈の闘志強いね。いやね、僕の配信でもよく0秒サッシュってのやってますんで、よかったら見に来てください。よかったら。相手が CC を当てれた、あ、外したのかと思わせるサッシュしてるね、僕。そのまま歩き出すからね。そのまま歩き出すんで。これは結構安心して見れるんじゃないか。もうここまで行ったらね、相手結構しょれないから、しょれないからちょっと無理やり行こっかっていう感じかな、最後に。だけどまあバロンミオも痛くてラッシュだからついていけないですね、さすがに。前進5本もあると。いや強い。いいよ。ジェイスも無理やり守りに来たね。ジェイスもブリンクないからオースとときは強いよ。ナイス。もう一度倍がやってきた。これも終わらしに行くか。2枚そうじゃないか。3せられそうだね。15秒だね。カーズがしんがりを務めつつと、サワーを殴るだけかと。ありがとう。やったー。 GG ナイス。 GG タツキさんはすばし顔。はいはい、タツキが喜んでる姿が見たいぞといったところですけど、 USG おめでとうございます。おめでとうございます。いや一戦でね、最初ちょっと負けちゃって、そのどうなるかなと思ったんだけど、まあ、2戦目からチームファイトの際にもヤクシャンのねこのピックもあってね、いやよく勝ちました。本当におめでとうございます。おめでとうございます。はい、それではね総評の方に移らせていただきます。はいはい、まあ STM としてはちょっとまあ自分たちの構成のね、こうピックの意図だったこうアッシュとフィオラがいて、アッシュのこうエンゲージウルトからフィオラを育てるっていうプランニングがちょっとうまくいってなかった、うん、っていうのと、まあ、ちょっと全体を通してね、ちょっとアッシュウルトからアッシュのウルトスタンからのエンゲージっていうのがちょっと、まあ、少なかったっていうのもあって、でこう USG の方がねシンプルにこう集団戦がうまかったかなと思います。この試合の、まあ、ターニングポイントとなった部分なんですけれども、はい、まあ、こちらの今画面に映ってる2戦目のヘラルドのところからと。あ、リフトヘラルドタイミングなんですけれども、ただヘルスは半分、こう先にちょっとポジションとしては取られる形になった ESG なんですけれども、こ うまく回り込みがうまかったかな、こうできたのが良かったかなと。こうアクションとカジックスが左側から行って、で後期もまあブリンクがあるんでいけるっていうところで、アリスタがこう右から行ったっていうところで、こううまく囲い込めてるんですね。もうこう5人が2人をきちんと囲み込んでて、で3枚がまあ DPS を出せなかった相手は、でこの前にこう足のフラッシュの方に落としたのもあって、こう足もダメージ出せると言って4キル交換プラス2本タワー取れたところが一番のターニングポイントだったかなと。そうだね、かなりここで一気にお金差がね開いたもんね、うん、こうお金差なかったところから一気にここでもう 3.7K ついたんで、うんうん、そうですね、ここの集団戦がやっぱ USG はめちゃめちゃ綺麗だったかなと。うん、綺麗だったね。うん、いうふうに思います。というところで本当に USG が勝ててよかったですけれども、はい、はい、
ウィシスウェルはですね、ウォッチパーティーの方をやらせていただいておりまして、はい、世界大会が開催しているときはですね、自分たちのウォッチパーティーがあるかなっていうのを確認していただいて、ウィシスウェル公式チャンネルの方で開催してたらぜひ見に来てください。はい、遊びに来てください。お願いします。お願いします。で、まあね、自分はね、ビビロイヤルの方は普段配信だったり、面白い動画、解説動画上げております。一緒にこう参加してくれたレックスの方もですね、はい、普段配信をしておりますので、よければ見てみてください。お願いします。はい、お願いします。はい、で、こう注目の試合とかあったらですね、基本的にこうビビロイヤルチャンネルの方で解説動画を上げていきますので、そちらの方の世界大会のね、解説動画なんかも楽しみにしてください。ということで、それではこの ESG 対 ESDM 解説動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次回のね、また動画でお会いしましょう。それでは、バイバーイ！バイバーイ！